てしまいました。そんなに匂いますかね。私の鼻は特別でね。はあ、それは運がなかったですけど、引き時をわきまえなかったのが一番の敗因ですよね。このところこの辺りも騒がしくなってきたんですけど、なかなか居心地いいものでついついグズグズしてしまいましたからね。今朝も山に登っていく人を見かけましたから、そこで逃げとくべきだったんですよね。山に登っていく人？はいです。こっちの家には目もくれず、まっすぐ脇道に入っていきましたが。その人って髪の長い綺麗な人じゃなかった？黒い制服着てて、こう剣道の竹刀を入れるような袋を持ってる。はいはい、そんな感じでしたね。北斗学院付属の制服でした。確か剣道部が全国大会常連の古豪ですけど、桃や山ごもりじゃありませんよね。あ、詳しい。なんだい、うずきのことが気になるのかい？ううん、別に。そうかい。君子危うきに近寄らずだから、それならそれでいいんだけどね。質問よろしいでしょうか。今話題になってるそのうずきさんという方は、近寄ると危ない類の人なんでしょうか？危ないって言えば危ないね。あんたはともかく、そっちの相棒なんかは一寸刻み五分刻みだね。あいつのご先祖様は狐殺しのうち一人だし。それは恐ろしいですね。怖いですね。二つ合わせて恐怖なんですね。まあそういうことだから、さっさと逃げるに越したことないよ。逃げるにやぶさかでないんですけど、果たして私たちは逃がしていただけるんでしょうか。ケイ、どうする？え、私が決めるの？この家の相続権持ってるのはケイだろ。じゃあ話してあげてもいいんじゃないかな。ほい。わあ、なんともあっさり。じゃあ捕まえとこうかね。ケイお姉さん、助けてください。話してあげようよ。はいはい。それで、そちらがケイお姉さんで、そちらがサクヤさんですね。自己紹介したっけ？お二人の話を聞いているうちに、それぐらいの情報は。私、若杉つづらと申します。そっちのは尾花です。
じゃあ私らはこの屋敷の中を一通り見たら町に引き返すんだけど、その時に。はいです。駅まで乗せて行ってくださるのであれば本の字です。だけどつづらちゃん、小花ちゃん連れて電車に乗れるの？問題ないです。荷物の中に隠しておけば泣いたり暴れたりしませんから。でもそれって暑くて窮屈そう。暑いのは乗るまでの辛抱ですよ。人ごとですけど。わ、さりげにクールだ。私の車なら時間に関係なく今すぐにでも出れるんだけどね。だから明日の電車で帰るってば。今日は最後の晩餐と温泉を心ゆくまで味わうの。夕べのあれで懲りてないなんて、あんたも喉元すぎれば忘れる口かい？別に夜中に立ってもいいんだよ。車内の広さは十分あるし、シェラフも積んであるから、眠いなら寝ててくれて構わないし。十分な睡眠が必要なのは運転手さんの方。夜中に無理して運転するのだって同じぐらい危ないんだから。大丈夫、向こうだって昨日で懲りたと思うからしばらくは来ないんじゃないかな。それはどうかね。咲夜さんは見てないけど、小月さんが刀を一振りしただけで逃げ帰っちゃったんだよ。のぞみちゃんたち、あんたと変わらない若さで役を継いでる小月の実力は、まあ認めないこともないけどね。その小月とは切れたままじゃないか。それはそれ、これはこれだと思うよ。私を助けるためじゃなくて、お化けじゃなくて鬼を切るために来てくれるとは思うんだよね。それも奴がいればの話だけどね。ほら、うずきはいないよ。うずきさんだけじゃなくて他のお客さんだってまだだよ。おかみさん、今日のご飯も楽しみにしてます。あら、加藤さんに浅間さんが今日の一番乗りですね。ですね、明日チェックアウトすることになったんで、晩ご飯は今日が食べ納めなんですよ。あらあら、そうなんですか。そういうわけで明日の朝ご飯までお世話になります。そうなの、もう少しでお召し上がりになれますから存分に味わってくださいね。はい、それはもう。もう今日まで泊まるって言っちゃった。まったく、何を言っても無駄なんだね。普段はふにゃふにゃ骨なしなのに、決めたらてこでも動かないのは真由美譲りだよ。そりゃね、ずっとお母さんに育てられてきたんだもん。
れた。のぞみちゃんと、みかげちゃん。当たり。じゃあ、正解したご褒美として、話してくれないかな。ダメ。ずっと話してあげない。ううん。あなたは私たちの一部になるのよ。それは、遠慮したいんだけど。ダメ。あなたに拒否権はないの。どうせあなたに拒めはしない。あなたは弱い存在だから、主様からいただいたこの、邪眼の力は防げない。蛇の目からは逃げられない。あら、泣くのはまだ早いんじゃなくて？まだまだ、これからだもの。ケイ。とは大違い。やっぱりあなたはごちそうよ。のぞみ様、もう食事の時間なの？私、お腹は空いていないのだけれど。いいえ、のぞみ様の欲しがっておられたものを差し入れてもよいとの許可が出ましたので。私、何かを欲しがりました？
何か面白い書でも入りましたか？いえ、鏡を。そうでした。確かにお願いしましたね。のぞみ様と同じ命を持つ鏡だそうです。のぞみと？いえ、良月と申します。これが、あいつの顔なのね。のぞみ様のお顔でございます。同じなのでしょう？